雄一郎です。待望のダビスタ98ウルー版のバージョン8が登場しましたので超速報として紹介いたします。メジャーバージョンアップですので、シボバと繁殖牝馬ライバルが最新版になっています。いやー嬉しいですね。本家も対応してほしいものです。とりあえずは新シボバを見てみましょう。今回は2021年デビューの新シボバが追加されています。代表格は北サンブラック。初年度からイクイノックスを輩出しており、実績は堂々の A、 安定 A でダビスタ的にも使いやすいパラメーター。 BC スプリントを勝って社大グループが購入したドレフォン、こちらも初年度から皐月賞馬ジオグリフを出しています。ダビスタ的にはちょっと使いにくいパラメーターかもですね。他にコパノリッキー、シルバーステート、イスラボニータ、ザファクター、ラニ、サトノアラジンなどが新種牡馬です。新繁殖牝馬として三冠牝馬ジェンティルドンナが追加されてます。娘のジェラルディーナが G1 を勝って繁殖としても優秀であることを証明しました。ティフアナはドイツの馬で G1 馬2頭を出している名牝。ベストインザワールドはディープインパクト産駒のイギリスオークス馬スノーフォールの母、シャトーブランシュは世界最強馬イクイノックスの母。この他大量に追加されています。ちなみに全繁殖牝馬で G1 を狙うやり込みも用意されていますね。誰か挑戦してください。続いて新機能を紹介します。馬名の自動生成機能。命名画面でセレクトボタンを押すと、牧場名を冠名にしてランダムに馬名を設定してくれます。これは便利。調教シーンカットパッチ、こちらを適用すると調教画面をスキップします。ちょっとでもサクサクプレイしたい人にいいですね。最後にライバル馬を紹介します。ついに世界最強馬イクイノックスが登場します。能力はもちろん最強クラス、ドーデュースなどイクイノックス世代ももちろんおりますので、お楽しみに。というわけで駆け足で紹介させていただきました。雄一郎ダビスタページも今後対応予定です。種牡馬と繁殖牝馬配合ツールについてはすでに対応してますので、そちらもチェックしてください。今後プレイ動画もアップしていきますので、チャンネル登録もお願いします。それではまた。